人どれぐらいいるんだろう。いないでしょ。ゼロでしょ。一人でしょ。私です。行きましょう。俺も最初からジョン、カビラに聞こえてた。はい。和骨な逃げにウイポの2015がちらっと見えた。それはね、言わないでください。137番さんいらっしゃいませ。明日の清水ブスとスイクサ見に行きます。うん、一応清水応援。いいじゃないですか、清水対トス戦。まあちょっと今トスがね、あんまりうまくいってないんでね、まあ勝てるんじゃないでしょうかね。清水応援の方頑張ってください。和光通です。ということで140番さんもいらっしゃいませ。こんばんは。ということでトーマさんもいらっしゃいませ。さて皆さん行きましょう。張り返って行きましょう。清水もひどい。そうなんですよ。今長谷川健太先生、長谷川健太先生って言っちゃった。長谷川健太さんはどこの監督してるんですか。行きましょう。ニューゲームです。一応ねオリジナルチームでやっていこうと思いますよ。頑張ります。はい、行きましょう。このゲーム4年前のゲームです。はい、カツカレー好きよということで149番サイドします。今ガンバか、通りでガンバが強いわけだ。さて、門瀬奈々さんが出てきました。こちら実在の人物でございます。皆さんも知ってる方は知ってるでしょう。結構ね、ヨーロッパのサッカーがね好きな、人でございますよ。うん、最近なんか、誰だったっけな、誰かと破局かなんかしてみたいなね、そんな話を聞きました。はじめまして、今回あなたの秘書を務めることになりました門瀬奈々です。施設秘書としてこれから監督して、出発するあなたのサポートをさせていただきます。よろしくお願いしますということで、まずは就任するクラブに送るあなたの履歴書を作成しましょう。お名前、前職、顔を設定してください。行きましょう皆さんね。まず名前はまあここは監督で、そうそう、溝端さんという、ね、方と、お付き合いされたんですよね、確かね。なんかすごい顔の、ね、人が出てきましたけど、これ監督ではありませんけどね、このままでもいいんですけどね、もう少し変えていきましょう。これ初期チーム3タイプある、そうなんですね。いや、これはいいんじゃないですか。これは監督でいいでしょう。これは監督でいいんじゃないかな。そんなこと言わない。もう少しまともな顔にしてくれ。よし、でまずはワークオーツというやらまいかさんいらっしゃいません。監督には似てませんよ。まず監督、ここはこれはそのままでいきましょう。夢に監督出てきた監督がそっくりだと言った人はそれは私ではありません。違う人と一緒にいますよ、夢の中でね。怖いですね。完全に NBA の人じゃないか。そうですね、ロッドマンに似てますね。陰キャラだと、いやそれはまた違うゲームでしょ。うん、まあ、分かりました、了解です。頑張っておきます。いやそれでもいいんですよ。よし、監督 KT にしておきましょう。一応ね KT だけつけておきましょう。これゲームもします。もちろんゲームもありますよ。もちろん行きましょう。で、まあ、簡単に言ったらまあ簡単に言ったらって簡単に言いすぎるんですけど、いやそれでいいんですよ。はい、 OK です。まあこうさらっとね、前職はこれにしておきましょう。行きましょう。はい、初見です。和骨ということでコーチさんいらっしゃいません。監督でございますよ。よし、顔ですけどね、どうしましょうかね。まず質感の方、まあこれは適当でいいんですけどね。これにしよう。で色はやっぱ明るめの方がいいんでね、このぐらいの顔色にしときましょう。で次は輪郭、いやこれでいいんだけどさ、このあれが和骨ということで195番さんいらっしゃいません。ちょ待ってね、メガネこれがいらんのだよ。前職は初期能力に関係するから何気に影響を起きるよ。そうなんですね、わかりました。どれにしましょうかね。髪にはこだわってほしい。わかりました、了解です。じゃあまあこれ難しいところだな。メガネろくなのない、わら眼鏡外すとつぶらな瞳、わらわらこれにしとこうか。目見えた方がいいな。目見えた方がいい。昔のタモリ。じゃあこれにしとこうか。でひげは濃いめがいい。あれひげ濃いのないな。もう少しかっこいい感じのひげないな。何これしょうがないな。色がこれ黒になってないな多分。あれ黒ってどれだろう。これ黒かな。 OK。犯罪者作成ゲームみたい。違います。いや目指すべきヒゲがないんですけどね。もうちょっと濃い、あったあった、もうちょっと濃いめがいい。これぐらいかな。でリアル監督にどんどん似てきたな。髪ですよね。髪
髪が問題だ。まあ色がまず赤はダメですね。これはかっこ悪い。黒にしよう。で髪型、ちょ待ってよ、これな。いやなんかこう、なんかこの人ちょっとぽっちゃりしてんな。まあいっか。ハゲに尻をわらわら。どうせねこれ自分の顔映らないんでね、ほとんどの多分。レゲエ調、了解。パーマ。鼻高いわ。鼻高い。218万円いらっしゃいませ。鼻高くない？鼻高い。いや、ほんとだ。鼻高い。なんですかこれ。いきなり鼻が高くなっちゃってるじゃないですかこれ。鼻が気になる。鼻が気になるな。鼻が高すぎるぞ。レゲエにする？いやどうしようかな、難しいところ。はい、絶対に負けられない戦いはここですか。その通りですよ。225万歳でしたもせ。はい。あ、そんなことがあったんですね。227万歳でしたもせ。引退しちゃったんですか。まあこれにしましょうかね。昔こういう選手がいましたよね。コロンビアにもこういう選手がいましたからね。あ、これいいな。グアルディオラ風の髪型がいいな。じゃあグアルディオラにする。これにする。 OK、 じゃあグアルディオラにしよう。で色をもうちょっと茶髪にしよう。コロンビアディス。いやコロンビアディスじゃなくて本当にいたからね。で頭にチンゲ生えてる。チンゲじゃねえ。OK、 これでいいね。でないんすよ。それあったらいいんですけどね。でちょっと待てよ。顔のパーツで確か鼻、鼻を変えろって言ったの誰かが。形をもうちょっとひっ、ちょっと違う高さ。バルデラマって今何してんの？いやなんかコロンビアの方でなんかやってるみたいですよ。なんか時々出てきますよね。よし、これでいいでしょう。よし、いい感じ。和骨でミニビッシュさんもいらっしゃいません。皆さん行きましょう。これでいいと思うんですけど、私は買おうと思ったらビータが今乗りなのか。そうなんですよ。これ残念ながらもう売ってないんですよ。残念ながらね。サントシみたいな髪型。よし、いい感じ。これでいきましょう。設定を終了です。いきましょう。このゲームこのゲームがやりたくてしょうがなかったからです。次に割り振れられたボーナスポイントで監督としての能力を設定しましょう。余ったボーナスポイントはゲーム中に繰り越されますよ。わかりました。なんか音が左だけになったよ。耳がおかしいよこれ。どうしたどうした。ちょっと音、どうした音。音が左だけになったよ。そう、みんなわからんのか。おや。ちょ待ってね、一回ちょっとやり直させてね。ちょっと音がね、左だけになっちゃった。ちょっと待って、ごめんね。ちょっと一回切り直します。すいません。OK、戻った。サンキュー。すいませんでした。よし、で、行こう。で、まず、こういうのはね、人望ですよ。重要なのは。おかえり。ありがとうございます。で、交渉、経営。まあ、929万の。どうしようかな。采配、得意フォーメーション、もう決まってるんで、これはね、作ってるのはセガですね。あの一応あのタグにもつけたんですけどね、セガですよ。で、451、このポジション、これが絶対必要で、まあ、フォワードが絶対必要になるんで、これ基本的には。ちょっと待ってね。あ、これセガなのか。そうそう、そうですよ。あります、あります、もちろんありますよ。経営もありますよ、もちろん。ワントップですね。で人望、師匠取りたいんですよね。どうしようかな。これ人望、ベテラン欲しい。まあそうですけど、ね、ちょっと待ってね。難しいな。そうなんよ、これ結構ね最初から悩ましい感じになるんですよね。育成、威厳がある。師匠って誰？師匠ってのはあの鈴木師匠のこと。やっぱストライカーかな。 OK。 師匠1トップとかどうやって点取るんだ。笑いや、トーレス師匠も欲しいけどね。
こんな感じしとくか。フォーメーションは初期に取るべきじゃない。そう、そうかな。そうかな。悩ましいな。でも経営系が欲しいね。肉じゃがのどこが好きですか。じゃあちょっと待ってね。師匠が存在するよね。やりたい骨やればよい。師匠1トップは2列目に点取らせるんだよ。ちょっと待ってね。じゃあちょっとあれしよう。まあみんなの意見もわかるんでね。ここは絶対いるでしょ。でこれもいる。で何パターンの食チームは得意骨違うから。了解。じゃあこうして、でこれ取って、経営面白かったらへちょっても OK。 OK、 よし。でちょっと待ってね。試合運営が得意。集客ここか。でも集客系のプロモーションしないとダメなんですよこれ。あー難しいな。ちょっと待ってね。違うな。これって何のゲーム？戦わないの？これ戦うよ、戦う。ラスト鬼のことか。ちょ待ってね。待ってよ。人望少しと育成系でいいかも。プレステさんの坂つく派、フィジカルも欲しいな。人望とフィジカル、育成系。育成系はやっぱストライカーかな。じゃあこんなもんか。まあこんなもんでいきましょう。で、終了。オッケー、行きます。フィジカルマイスター。サカツクは自分で動かせたけ。いや、サカツクは自分で動かせませんよ。で、クラブ戦の画面に。オッケー、行きましょう。履歴書の作成ありがとうございました。私が各国のクラブにお送りしておきますね。ところで、これからあなたのことをどう呼べ、お呼びすればよろしいでしょうか。そうですね、上がりますね。経験値を貯めて能力を上げていく感じですね。お兄ちゃん、私のことは監督さんと呼んでください。 KT さん、まあ、こっちの方がいいかな。そうそうそう、サカツクのこと知らない人も本当にいるんですね。それが私にとっては驚きなんですけどね。プレステ3のサカツクは面白くないのでやりません。じゃあこれにしましょう。ではこれからは監督さんとお呼びしますね。あ、早速監督就任のオファーが届いてるようですよ。ドリキャス版も最高でしたね。ドリキャス版も私好きですよ。オリジナルクラブからスタート。こちらでいいんでしょうか皆さん。私もこちらで行こうかなと今もう心を決めました。わかりました。ではオリジナルクラブで行きます。オッケー。サタン版持ってたな。サタン版もいいですね。監督就任にあたりクラブ運営のさまざまな設定を変更することができます。お好みのスタイルを設定してください。日程進行はノーマル、初期年齢はノーマル、サカツク選手は多めでいく、初期クラブの解雇はオン。 OK、 これでいきましょう。スタン版からプレイしたいいですね。295万歳でしょ。私はこの最新のサカツク のフルタイム形式、そうですね、 J1 か J2 か分かりませんけど J リーグのクラブになると思いますよ。ではそのようにクラブ運営を進めていきます。準備は万端にしないといけませんからね。さて、監督さんにオファーを出しているクラブは今季から J リーグに入会を決めたあのクラブのようですよ。ということは J2からですね。新シーズンスタートにあたりクラブの情報を変更することができますよ。オファーを受けたクラブの情報を確認してください。さて、選べますよ、もちろん選べますよ。こっからですよ皆さん、行きましょう。まずは皆さん、皆さんホームタウン決めましょう。1、皆さんこんなんからいきますよ。どこにします？ちょっと待ってくださいよ。やはり関東、広島。 OK、 了解。じゃあ広島は決定ね。広島、すごくて関東、 OK、 沖縄、北海道。じゃあどこにする？こんだけいっぱいあるよ。沖縄もいる。でも広島にしました。結構ね、広島町があるんで。ちょっと待ってよ。クレにしようか。オーケー、目をつぶって止まったところね。目をつぶったところ。
行きます。監督の広島市東区いやこれ東区でチーム作るの、ちょっと待ってくださいよ。いやこれなんか違うな、ちょっとこれ違う気がする、ちょっと待って。いややっぱさ、みんなで決めようぜ。いや地元は私言っちゃいけないからさ。そうなんだ。離島がいい。アンケする？じゃあ分かった、アンケしよう。分かった、もうしょうがない、これはアンカっていう手があるな。じゃあアンカでいこう。いきますよ皆さん。ではちょ待てよ、300、今アクティブが37なんで300、あ、住む気さえらしません。390個目でいきます。いきましょう、390個目、390個目で決めます。加速ということで352番さえらしません。和骨サッカーかということで354番さえらしません。いや一応アクティブ40ぐらいあるんでね、剣でもいいし何でもいい、とりあえず何か言ってください。359番さえらしません。県でもいいですよ。ゴミジロさんかね、ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。すごいところ行きますね。366番さんもねすごいこと言ってますよ。島根県の沖諸島だと。390ですよ、もう少しですよ皆さん、もう少しですよ。軍艦島いいですね。368番さん軍艦島ということで、ロシアそういうのダメですよ。おはようございます監督で、373番さんいらっしゃいませ、378番さんいらっしゃいませ、383番さんいらっしゃいませ、392番、福岡、福岡にですよ皆さん、福岡にありました。404番さんいらっしゃいませ、加賀さんいらっしゃいませ、409番さんいらっしゃいませ、413番さんいらっしゃいませ、風流さんいらっしゃいませ、和骨北海道ということで416番さんいらっしゃいませ。皆さんのっぺりすぎですよ、福岡になりました。390でしょ、390って沖縄、ちょっと確認させてください。390は沖縄に。なんでそんな人がさいないところを選ぶのみんなね、沖縄とか人いないからさ、くそー、いきなり難しくしてきやがるみんな。わあまずいな、福岡だったらなお良かったんだけどな。皆さん行きますよ、じゃあ沖縄の中から。皆さんこん中ちょっと島もありますけどね、覚えてください名前。おいおい沖縄県民に謝れということだよ。沖縄は別にいいけどさ、きついよ人数が。いきますよ、どこですか、皆さん見といてくださいよ、こんなから選んでくださいよ。いきますよ、じゃあこれはちょっと早めにしますね、40にします。よし、500個目、500個目で決めます。皆さん500個目ですよ、この中からどれかになりますよ。皆さんこの中のどれか選ばないと絶対ダメですからね、めんどくさいことになるんでね、もう一回ね。辺野古ってある？辺野古ないだろ、あるかな、石垣、宮古島、408、宮古、那覇、宮古、宮古島しかない、来た来た、何島尻って何、何これそれ、島尻って何だこれ、これ何これ、軍かよお前ら、軍にサッカーチーム持ってきていいんですか、いいんです、名護市ということでバレリさんもいらっしゃいません、島尻軍になりました。和骨ということで526番さんいらっしゃいません。行きましょう、島尻郡、沖縄県島尻郡でございます。エンブレムはね、このなぜかもうすでにね、あの海に関係するワッペンがついておりますよ。ということで、なんて読めばいいんだろうこれ、ちくべんさんいらっしゃいませ。これね、7の方がね面白いんですよ、ハイプさんいらっしゃいません。いやわかりません、ちょっと待って、このエンブレムちょっと海っぽいやつがいいな。ちょ待てよ、ちょ待てくださいよ、これはかっこいいんでいいんですけど、色が青にしてほしい。
結構住んでるのな、島っぽいの。オッケーオッケー、島っぽい感じね。わらわら、意外にいけるんじゃないか。 8.037 人とかマジか。え、人口10万人マジかよ。意外といるな。人口私のコミュニティより多かったですね。すいませんでした。いろいろ言ってしまいすいませんでした。島おこしって言うな。島おこしって言うな。お前ら島おこしとかひどいこと言うんじゃない。オッケー。いい感じ。アルゼンチン代表みたいな感じになってくる。よし、オッケー。で、これでいいでしょ。で、なかなかいいんじゃない？かっこいいんじゃない？これ、意外と。で、ベースカラーを、ここ、この色か、この色を変えたらいいのか。もう少しこう濃いめの。あー、いいねいいねいいね。あ、いいね。いや、これどの色にしたらいいかな。赤はちょっとダサいんだよな。あ、いいね。あ、いいね。おし、いいぞ。これで決まりにしました。監督カラーで緑でマリーンズみたい。これでいこうと思います。決まりました。で、爽やかな感じで始まったばかりですよ。ということで573番サイレンシャボさん、楽しんでいってください。そうですね、島でサッカー、そう、島尻島ですよ。島尻軍か。で、ユニフォーム決めましょう。コミドさんかね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そうですね、いや、まだですよ。まずユニフォームですよ、皆さん。もうこれも結構かっこいいなと思ったりしてしまうんですから。いいですね、久米島。これだこれだこれこんな色なのユニフォーム、マジでこれダサくねえか。いや、いたら面白いけどね。島尻軍、島尻軍にいますみたいな。これでいく。いや、セカンドユニフォームだけ変えさせてよ。588番サイレンしません。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。黒色、青色にしよう。わら。そうっすね。あ、侍ブルーっていう手もあるな。確かに。これは赤でいこうじゃん。島尻軍は島じゃないんじゃないか。島尻軍は島じゃない。でも久米島があるって言ってたから島みたいですよ。わかりました。軍だぞ、身の丈。ちょっと待ってくださいよ。背番号。ピンクとライトグリーン。いや、でも。何何？これ、J でも CL 出る。いや、CL は出れません、さすがに。ちょっと待てよ。そうなんですよ、いろいろ作れちゃうんですよ。これダッサいな。これちょっとデザインを変えよう。これやべ、これダッセーな。これやばいな。ちょっと待ってくれ。どうしたどうした。もう少しかっこいいのないのか。ちょっと待てよ。これやべ。そうそう、 CL みたいなのはね、あの欧州なんで、チャンピオンズリーグはね。なのでトヨタカップはあるんですよ、あの世界戦っていうことでね。ちょっと待ってくれ。なんか嬉しそうだね。これやばいな。あ、でもこれいいね。監督の来るの予想は？ CL の予想、まあちょっとね、バイエルンもちょっと怪我人出たしな、難しいとこですね。これにしよう。ちょっとあれみたいだけど、うん、カターニャっぽいっすね。髪の毛サイレンしません。一応世界には行けます、世界には行けます。ちょっと待ってよ、これ色はどうやって決めるんだ。あ、ちょっと待ってよ、これ背番、胸番号の位置、あ、なしでもいけるんだ。じゃあなしでいこう。よし、これでいきましょう。私のスーパーデザインですよこれ。ダセーなこれ。しかも分からんしな、番号が。緑がダサい。あ、オレンジ見にくい。これどうやって変えるんだ、このメッシ。絶対来ないな。いや、メッシも来ますよ。これやばい。これやばいな、これやばいな、これやばいな、これ来てるわ。ちょっと待って、これ形状って何これ。あ、そういうことね。 OK、 これにしよう。で、世界ってその前に強いチーム作りとお客集めだな。あれ、これってどうすりゃいいんだ。審判かよ、わらわら。いや、オレンジだよこれ。ウェイタスインですか。
これ、あ、なんでこれ番号の色変えれないんだろう。いいっすよね。バルセロナじゃないよ。なあ、なるほどね。バイエルンきついと思うな。やっぱな、バルサとレアルのどちらかになりそうですよね、正直ね。メインカラーじゃないの？メインカラー。え、私赤なんか一個も使ってないけどな。いや、かっこいいよこれ。いや、意外とこれ着てみたらかっこいいって感じじゃないですか、人が来たら。ちょ待ってよ、これ色がわからんのよな。これどうやって、あ、これか、これだ。で、背番号から、あ、ゆうべ、ゆうべか。まあそれは間違いないね。これ引かれたら相当問題だわ。で、ゆうべの復権。まあね、確かにね、ゆうべ復活したら嬉しいよね。これやべえな、これ。違いますよ。まあそれっぽく見えるけどさ、ちょっと待ってよ。これだな。よし。で、胸番号はなしでいこう。で、パンツの番号から。これパンツとかも決めれるんだ。パンツの番号からは白で。オッケー。で、でパンツのカラー。いやこれ意外とかっこいいよ。いやこれはあかん。これは黒でいいや。違いますよ。水色とかだったらそうだけど、まあ、機種っぽくはあるよね、確かにね。いやいや、ちょっとすごい色にするしようとするんじゃない。アイス、みんなで愛せるカラーにしようよ。みんなが愛せるカラーにしよう。ちょっとよし、いい感じ。よし。で、ソックス、これセカンドユニフォームですからね。で、ソックスを黒で、これ青か。そうそう、そういうこと。これかっこいい。これいいですね。ピンクでも愛せますよってことで、678万再生しません。いや、よくなりましたね、だいぶね。おし、いや、ファーストがダサすぎる。ファーストがダサすぎる。ちょっとやばいな、このファースト。OK OK。 で、秘書、あ、秘書、これでエディット終了でしょ。 OK。 押して、OK OK。 そんなこと言うなよ、いきなり。学校指定じゃんっていうな。よし、行くぞみんな。よし、みんな決めよ。皆さん、これは本当に大事ですよ。本当にこれは大事ですよ、皆さん。言いますよ、皆さん。どうしよう。これ本当に大事だからな。ちょっと透明にしますね。ちょっとこれ大事すぎるんで。頼みますよ。いや、もう一気にいきなりインポテンスを来ちゃった。696万再生しません。できれば皆さんが愛する名前でお願いします。750個目さんのそのまま採用します。ということで、697万再生しません。頼みますよ。いや、普通に自分で決めれるんで、たぶんこれ。え、自ら選べるんじゃないの、これ。これ自分で決めれるんだよね。いきますよ。750ですよ。監督ジャパンとかね、まあそういうのもいいですけど、なんとか島尻みたいな感じにしたいですね。ドキュン島尻。最悪だよ。島のなんか、不良たち集めてきただけのチームじゃないか。夜のアンアンパンパンマンということで、717万再生しません。ドンタク、ドンタクしまじり。うん、それドンタクの人に怒られちゃう。721万再生しません。VSR さんもいらっしゃいません。いきますよ、731万再生いらっしゃいません。米軍しまじり、最悪ですね。いきますよ、737万再生いらっしゃいません。ちょ、待って、早い早い。もう最悪だよ。なんでそういうことする。絆ケツアタックということで、956番さんもいらっしゃいませ。最悪だぞお前ら。こんな名前にすんのか、いきなり。信じられん。ワクトス、ワクトルお疲れ様です。ワヤさんいらっしゃいませ。いや、公募名から選ぶしまじりとか最悪ですよ。いや、これはちょっときつい。ちょっとごめん、これはきついよ。これはちょっときついよ。公募名から選ぶしまじりは最悪だわ。ちょっとこれはちょっとごめん、これはダメだわ。
いや前の選択肢があったけどこれで決めるってもう言ったんでね、もう言ったんで、あじゃあ分かった、じゃあ公募名から選ぶでいいんだね。でもそしたらめっちゃ長いねんこれ。いやでもこれねいっぱいあるんすよ、これの方が決まらないんすよぶっちゃけ。公募したらえらいことになっちゃうよこれ。そうなんすよ。こんばんはということで791番さんいらっしゃいませ、793番さんいらっしゃいませ。あーどうしよう、じゃあもう一回やろう。もう一回、わかった、公募で選ぶのはなしね、いっぱいあるんでね。秘書で選んでほしいなら秘書で、秘書って言ってくれればいいんで。秘書だったら ルミエール沖縄。いやこれ普通すぎだろお前、ちょっとセンス良すぎだよこれ。フランス語で光、希望の象徴である光、サポーターの希望になれるといいですね。いやこんなんじゃないんだよな。まあじゃあもう一回早くいくよ。 OK 855これでいこう。いや自ら決めましょうよみんなで、いきましょう。855ですよ、頼みます皆さん。ここで大きな花火を打ち上げましょう。ファッションセンター島尻、いいですね、いいですよ。加速ということで827%でしょ、855。いやみんな当たると思って打ってくださいね。おはーいということで840%でしょ、来ました来ましたよ皆さん、来ました。 いいんじゃないですか、私は別にこれいいと思いますよ。オフということで870%でしょ、決まりました。ブラボー島尻、ブラボー島尻に決定しました。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってよ、これさもしかしてあるんじゃないか、ちょっと待ってよ、これあるんじゃないか公募名。嫌いじゃないですよ、私も嫌いじゃない。いやいいんですよ、取っていいんですよ皆さん。ブラボーってあるんじゃないこれ、意外とブラオビーゼ、ブラオビーゼか、ダメだな、違うな、いいですよね。じゃあこれにしよう。で、あ、違う田舎の県名って感じがしてる。いや、ブラボー島尻でしょ、田舎県名みたいだな。いや、確かに芸人でいそうだな。まあでもこれでいいですよ、ブラボー島尻いいじゃないですか。ブラボー島尻で行こうと思います。ブラッドボーンなのか、発展しそう、全身一着感ある、よし決まりました。よし行くぞ。じゃあこれでいきます。いいですよこれで、皆さんで愛しましょうこのチームね。ブラボー島尻完成ですよ。それではこの内容で新シーズンをスタートします。どんなクラブになっていくのか今から楽しみですね。そうですね、次に監督さんの業務を助けるコーチとスカウトを決めましょう。コーチによって私たちのクラブの所属する選手が変わります。さてどうやらコーチを決めないといけないみたいですよ。あんまり能力値は高くないですね。まあ最初は、いや芸人育てるゲームじゃありません、サッカーチームを作るゲームでございます。915番さえでしょ、もせそうね、まずは無料 OK。そうですね、コーチをね決めていくんですよ。わかった、じゃあまずは無料でいく。ただより高いものはない。じゃあ無料でいくよ。そういえばこのクラブと昇格を争ったレアルタ山口。やばい、ピゴハンさん、ピゴハンさん来たよ、レアルタ山口、もう入会が認められました。一緒に J リーグを盛り上げていきましょう。ちなみにレアルタ山口は存在しないチームです。いきましょう。それではこれから共に J リーグを盛り上げていくライバルとなるクラブはどこになるか選択してください。ライバルとなるクラブ、これ日本でいいでしょ、これはレアルタ山口でいいでしょ。あ、ということで、いやもう加賀さんっていう、小手半ついてますよ、うん、これでいいですよね、レアルタ山口。 OK、 OK、 まあ山口がいいね。
最後にもう一度修正したい項目がある場合は選択してください。もしよろしければいやそれはきついっすよ。よし、設定終了。いきましょう皆さん。以上で監督としての初仕事は終わりになりますよ。お疲れ様でした。このクラブの監督として優勝を目指して頑張りましょうね、監督さん。このキャバ嬢なんやねん。いや、あ、なんですか、新監督就任。 J リーグ初挑戦となる島尻は人事を一新、 J で戦い抜けるチーム作りをコンセプトに監督業初挑戦となる監督氏を全権監督として抜擢しました。この思い切った人事は世間を大いに賑わせました。就任会見で彼は J 入会はステップに過ぎないと言い切りました。目指すのは J の頂点、アジアを越えて世界をつかむ、 J から世界へ、大いなる野望を胸に全権監督としての挑戦が今始まる。監督強気発言。当然強気ですね、監督さん、今年度のスポンサー契約を行いましょう。監督に全権とかかつきないクラブですわ。さて皆さん監督地味の程知らず、こんなのしかない、やべえ。こんなんしかねえぞお前ら、契約が最悪だこれ。ホテルにするしかねえな。971番サイレンしますよ。単年がいい。じゃあこれにしよう。はい、コミュニティさんがね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあこれはまあ全部行くしかない。これ全部行くでしょ。何これ？おたまフーズ。茨城が誇る納豆専門店です。独特の匂いを消した商品が世界中で大ヒット。これ800、あ、8000万円かと思った。8000万円かと思ったら800万円だった。まあしょうがない。え、違約とかないですね。違約がある場合はね、なんか違約、が発生しますみたいなやつがあったり。あ、これなんか契約特典ありますよ。なんでしょう契約特典。すでにターミナル駅が建設されていれば、山吹重工の協力によってスタジアム施設に新幹線を設置できる。そう、金をもらえるんですよこれで。これ単年、これ契約なんだね。新幹線、わらわら島に新幹線、わら新幹線は絶対無理だな。沖縄に新幹線、わらわら沖縄に新幹線、どういうことだ。まあこれでいいでしょう。沖縄に新幹線、わら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 、えらいこっちゃです。新幹線か、わらわら夢がありますね。沖縄に新幹線通るって、めっちゃ金かかるぞ。いやー、いけるかもしれませんよ。今期に行うクラブのプロモーション計画を立てる必要があります。プロモーション活動は、集客やクラブの人気などに関わる重要な要素です。いやーすごいですね。そうですね。さて、まずはプログラムをね、やっていきましょう。これどれですらいいんだ。大規模サポーター獲得プラン、これでいくか。じゃあこれでいきましょう。これでいきましょう。プラレールかもしれん。新幹線は薄付金じゃ立てられない。いやそうですね、まあそれは知ってるんですけど、まあお金はね一番もらえたんでね。いや頑張りましょう。 J リーグは J1 と J2 に分かれています。所属するディビジョンによって出場できる試合が異なりますよ。クラブが J2 に所属する場合は J1 昇格を目指してシーズンを戦うことになります。シーズン終了時点で3位以内に入ることができれば J1 へ昇格することができますよ。一方 J1 に所属する場合は J リーグの頂点を目指してシーズンを戦うことになります。 J1 で年間3位以内に入ることができれば次の年で行われるアジアクラブチャンピオンシップに出場することができますよ。こんばんは監督ということで1027番サインしません。そうですね、台風が来ちゃうことも考えられますよ。しかし下位3位に入ってしまうと J2 降格となってしまいます。降格しないように頑張りましょう。 J1 に所属する場合は山崎ナビスコカップにも出場することになります。グループリーグを勝ち抜きカップ戦でも頂点を目指します。また J1、J2 のクラブは共に年末の行われるニューイヤーカップに参加することになります。いや三浦和も取れちゃうんですかね。あ、一応ありにしましたよ。カップ戦でジャイアントキリング、ニューイヤーカップで優勝することによって、これ天皇杯のことですね、アジアクラブチャンピオンシップへ出場権を獲得できます。
そうですね、 J リーグでは外国籍選手の保有は4人までとなっています。ですが試合に出場できるのは3人までです。気をつけてくださいということで、ただしアジア地域の選手は1人だけ外国籍選手枠とは別に保有すること、出場させることが可能です。この枠をアジア枠と言います。アジア枠の選手は選手会員詳細の顔写真にタスキがかかりますので、選手獲得の際にはこれを参考にしましょう。そうですね、懐かしいなということで1036万再生してません。懐かしいですね。え、この人落ち着きない。アジアってオーストラリアも含まれるはずですよ。以上で J リーグのレギュレーションの説明を終了します。いい成績が残せるように頑張りましょう。これから全権監督としてのお仕事が始まりますが、その中で注意しておかなければならない点がいくつかあります。まずは試合を行う時の選手の人数についてです。試合を行うためには試合に出場できる選手が最低でも8人いなければなりません。代表招集中や期限付き移籍中の選手、重傷を負っている選手は試合に出場することができません。また各リーグや大会のレギュレーションによって外国籍選手や EU 圏外選手の出場人数に制限がある場合もあります。出場できる選手が8人いない場合は試合を行うことができずゲームオーバーになってしまいます。で、資金ですね。シーズンを終えた際にクラブの資金がマイナスだった時にはやはりゲームオーバーとなってしまいます。これ結構な量ですね。カミカミになっちゃいますね。特に選手と個別に特別な契約を結んでいるときは注意が必要ですよ。資金にはいつも余裕がある状態を保持しておきましょう。最後にシーズン末の契約更新に、契約更改についてです。シーズン末の契約更改後に、クラブに8人以上いない場合もゲームオーバーになってしまいます。ワクワク監督ということで1043万サイレしません。 OK です。また直接ゲームオーバーになるわけではないんですが、初年度の公約と解雇条件を必ず確認してくださいねということでね。 OK です。はい、条件を守れるように頑張りましょう。頑張っていきます。監督さん、全権監督としてのお仕事ですがとても多岐にわたっていますよ。最初の頃が一番楽しいよね。いやいや、やっぱ優勝の時が一番嬉しいんじゃ、楽しいんじゃないですか。うん、そこでミッション形式で一つずつお仕事を学んでいただきたいと思います。マジか。いや、雨天中止、雨天即中止ですよ。これ沖縄ですからね。なお、ミッションクリアできたかどうかは日程進行後に判断されますのでご注意ください。 OK です。早速メニュー画面から監督コマンドを決定し、ミッションを決定して学びたい項目を選んでください。 OK、 行きましょう。やっと始まります。というわけで1047番サイレンしません。私たちのクラブの主力になってくれるであろう国内の選手のリストアップに成功しました。今から面白くなりますよ。まあ面白くないと思ったら何でも面白くないんでね。私はね、面白いと思ってやってますよ。まあ皆さんのね、視点です。一応ね、光プレイの方はありますよ。うん、コミュニティのね、参加ね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 OK、 じゃあまず監督、そうですね、フォワードとゴールキーパーですよ。で、ミッション。いや、全部ね、一応ちゃんと説明していきます。いろいろね。まず、じゃあ、どうしようかな。試合はね、見ていこうかと思うんですけどね、どうなんでしょうか。最初のうちは特に見ていこうかなと思ってますよ。選手を検索。これしてみよう。これでなんか獲得できるみたいなんでね。ちょっとこれだけやっていきましょう。まあ、ここら辺はね、私も実はね、分かってるんでね、大丈夫です。で、私もね、このゲーム一度、一応今日はエンドレスですよ。というわけで、コミュニティの参加ね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一応、これで移籍オファー、違う、交渉。これ多分ね、これで検索すれば多分出てくるんだと思います。一応、鈴木がいるかどうかを確認しておきましょう。いや、わかりません。どれぐらいやるかはわかりません。多分、ミトホーリーホックスにいるんでしょう。鈴木。あれ、鈴木いねえ。鈴木。とりあえず鈴木。師匠。まずは師匠でしょう。わかりました。了解です。初見、ラジオの DJ みたいなイケボですねということで、1070番サイレンしません。ちょっと待って、どう検索すればいいんだ。ちょっと待ってよ。海外ってどこいるんだ師匠。まだ
まだコミテの参加ね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。名前検索、名前検索ってあったっけ。もうコオロギがいるぞ。大阪、いやもう大阪もいるじゃんこれ。鈴木は俺がもらった。ちょ、大阪いるぞこれ。逆じゃない、名前検索で探してみようか。期限付き移籍でオファー出しちゃった。ん、柴崎原句かな、取れない、わらわらいや一応出すだけ出しとこうよ。これ何年の、これ2011かな。大阪、ちょ待って、大阪、いや違う違う違う、原句にいるの。じゃあ、一応探すだけ探してみよう。じゃあホーリーホックじゃ。いや、おらんかったよ。スタートボタンで探せますよ。これか、オッケー。で、違う違う違う、2010までアメリカ、東欧か。鈴木で調べてみよう。東欧にいる1093万歳でしょ、もう分からん。京沢で栃木って本当にあるんじゃない。実際あるんだと思うよ。ポーランドティンバース。あいつ半端ないって、後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん。そんなんでチリアンポートランド、セガと契約してないんじゃない。いや、出てくるはず。鈴木じゃ来るよ。鈴木じゃないでしょ。鈴木。餃子あれは進めればどういうのかわかる。アメリカは行ってる。いない。感じで出るの？いない。あ。いないよ。ちょ待って、鈴木で出るの？いねえ、わらわら。存在しない模様。ちょ待てよ。師匠がいない？そんなバカな。ミスったかな？架空名か。鈴木か。鈴木服でよくね？架空名称？先生待ち。キネ、いないね。ちょ待てよ。いやいや、鈴木か。これだと思う。ちょ待て、ワコワコツ。はい、ワコワコツということで、チーターさんいらっしゃいませ。これで多分いるんじゃないかな。どうよ。いや、マジか。いねえ。いないみたい。鈴木作るか。うわぁ、マジか。ポートランドティンバースってどこだよ。1121万歳いらっしゃいませ。ちょ待って、ポートランドティンバーズってどこだ。アメリカ。アメリカ。師匠いないんかよ。消息不明。引退してないのにね。そうね、アメリカ。ポートランドなんてないしな。あ、そうなんだ。鈴木孝明って名前出てくるんだ。オッケー。あの人を探して。じゃあ、あれだね、転生待ちだね。了解。今は存在しないことになってるらしい。オッケー、じゃあ日程進行しよう。あ、ちょっと待って、うちのチーム、はい、監督の師匠が序盤なら札幌の内村か栃木の取り保持おすすめだけど。うわぁ、誰こいつら、誰こいつら、知らんやつらばっかだぞ。ちょっと待ってくれ よ、 出ないのかよ。これがうちのチーム、今のうちのチームらしい。能力を見ていこうか。了解。誰、まずバンド、これ全部オリジナル、多分最初は全部オリジナル選手しかない。それが師匠なの？いや、これ全部知らん人ですよ。しょうがない、しょうがない。ちょ待てよ。はい。いや、最初はこんなもんですよ。で、わあ、こいつがなかなか使えるな。島出身か？みんな島出身でしょ、これ。で、ちょっとブザメンとか言わない。OK。やべえな。442は嫌いなんで。え、なになに、これをどうする。自分で、あのシステムをね、設定していくんですよ。例えばですけど、高尾さん、高尾さん真っ赤だった。ちょ待てよ。で、あ、間違えちゃった。まあいいや。で、これどうやるんだったっけ。監督だったっけな。これどうやって変えるんだったっけな。年齢を見た方が成長とかわかる。和骨で坊主は友達さんいらっしゃいませ。これどうやって決めるんだったっけな。情報だったっけ。自分のシステムってどうやって変えるんだったっけな。取ってない、取ってない。フォーメーション、これか。スチーム戦術設定、待ってよ。明日は休みじゃないけどね、今日は少し放送するよ。451で、451のダブルボランチ、これでしょ、これが安定でしょ。で、え、4334とか何を考えてんだ。
334で何を考えてんだよくわからんけど、びっくりした。で、左フォワードの間違い、飛行場あるのかな。阪神関係ない。あ、33対、そういうことか。そう、33棒を4にしてくださいよ。なんでや、阪神関係ないやろでいいんですけど、ちょっと待てよ。これ選手の詳細見れる？あ、見れた見れた。え、これダメじゃん。え、これさ、え、みんなプロとして素質に疑問があるって言われてるよ。疑問わらわら、強行鉄人を取ろう、素質に疑問わらわら、なんでや、監督からかぶりやろ。ひどすぎわろた。ちょっと待て、監督としての素質に疑問があり、そうです、ほとんど疑問というレベルが低いので、早急に選手を変えないときついです。あかんやつや、やばいなこれ。最初だし、素人、そりゃしまじりだからな。沖縄じゃトップなんだよ、充実わらわら、全然いい。とりあえずかなりコネのズクと風補強に所属の選手が出ないの。あれやろ、社会人リーグかな、順位で並んでますよ、師匠獲得しよう。沖縄早く、しまじりのトップやぞ。これこうして、で、これを変えよう。オフェンシブの選手はしょぼいな。ちょっと待って、こいつらはこのメンバーで優勝するのが監督の手腕だよ。いや、これ選手を移籍させまくって金獲得しまくるのが。了解了解、そういうことね。了解了解、分かってきた。こいつがうまい。で、こいつをこうちょ、初期は能力食って当たり前で、なるほどね、初期メンバーでも強いやつは強い。了解。とりあえずフリーで補強だね。そうね、攻めてもぶっぽん落とせなさそう。オッケー、そうですね、確かにそれは難しいですね。沖縄選手ガナハしか来ないじゃん。あ、なるほどね。ヤウンデ FC ね、懐かしいですね。あ、わかりました、おやすみなさいませ。なんでアジア枠が、なんでアジア枠ゴールキーパーで使ってんだよお前、バカじゃねえかお前。ゴールキーパーアジア枠とか初めて聞いたわ。マジかよ。ちょ、これプロとしての素質。あ、こっちの方がいいじゃん。出そう。ヨンウ、キムヨンウ、みんな愛していこう。キムヨンウを。あ、本当に？出すよ。よし、これでいいでしょう。あると思う、あると思う、急成長ある。高尾がいい。高尾ってどれ？高尾ってどれだ？高尾の方がいい？あ、そうなんだ。最近はそんな感じなんだ。昔はキーパーっつったら日本人か、本当になんかね、すごい有名なチームから引っ張ってきたよ。いや、高尾さんじゃないっす。よし、もうこれでいこう。 OK。 で、ラインディフェンス、戦術設定は、攻撃はこれやっぱ速攻ですよ。で、守備は中盤でコンパクトな陣形、これは絶対大事。キャプテンはもう決まりましたよ。で、堅守速攻、鬼しげるいる。で、もう少しこれ下がっていいんだけど、速攻しないとすぐ取られそう。そう、沖縄の速攻でそれもたないよ。感動使わないの。ちょ待って、ちょ待ってね。これでいい。で、これでいいのかな。ガチガチに引いて。オッケー。いや、速攻は絶対速攻なんだよ。カウンター、謎の。いや、フラット気味で、プレスは強めで。オミシゲルはだいぶ先。よし、これでいこう。そうですね、だいぶ先ですね。まあ有名な人は全部だいぶ先ですね。よし、これでいこう。いきます。序盤は守備重視。
言います。これで守備重視しましたよ。中央よりサイドからでしょ。音速のはこっち。山す、こんばんは。サイドの方がいい。ニーニーこんばんはということで、 LG さん、そして1255番さんもいらっしゃいません。分かったよ、じゃあそこ変えるね。ちょっと待ってね。毎試合バスケットする未来しか見えない。初戦は軟水なんだと思いますか。サイド、サイド重点的に OK。 初戦はね、サイドからクロスを放り込んでクロスファイアに合わせるの。いやだからそれあれじゃん、それあのーそれアレジみたいじゃん。秘蔵庫設定は攻撃型にしないんだ。人事で最初からガンガンオファー出さないと。人事にはニュース選手もいるから。まあ、かっけ。こんな意味ある秘蔵庫とか。プレス強しは疲れやすい。まだいい。まだいいですよね。よし、これでいこう。いきます。はい、で、日程進行。よし、やっていくよ。オッケー。ユースは見た方がいい。了解、ユースね。リストは？あ、来ましたよ、監督さん。大迫優也選手の期限付き移籍交渉ですが、もっとスターの選手に使えば、皆さん、皆さん、いきますよ、皆さん。試合中選手が倒れてニュースになりそうだな。いきますよ。無理無理、大迫。ドン。断られる時もある。半端ない、あかん、半端ない。神野さん、実はあるクラブの噂を見にしたんですが、 J リーグ入りを目指している餃子アレ栃木というクラブらしいんです。知ってた、知ってた。うわわわらわら、あ、はい、餃子アレ、わら、餃子アレ来ましたよ、餃子アレ来た、ねえよそんなもん、餃子。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんねですよ。芸人来ますよ、これ。了解。ちょっと待って。全体練習確認。え、紅白戦ばっかしてんじゃん、これ。ちょっと待ってよ。まあいいや、これでいい。で、とりあえず。とりあえずワントップだけはなんとか確保して。了解、わかった。とりあえずワントップだけね。でまずユースを見ろって言ってたリスト見て。でまだ16歳だぞみんな。あ、でも能力高いな。ん？餃子ないよ、ないない。早めにフリーの選手取った方がいい。オッケー、わかった。大阪までがいる、わら。移籍オファーは出しまくっといた方がいい。早く補強していかないと。早くついてる。売って資金に。え、待って。スカウトリスト。あ、あ、林。林が。あ、林がおるよ。ちょっとちょっと。すごいの来たよ。トガジ仕事しろという1320番さんいらっしゃいませ。林来たよ。塩谷も、塩谷も、日本代表が、日本代表が来た。しかも移籍金620万。やったやった、未来の日本代表おるよ。取ろう、よし取ろう。塩谷来た、塩谷安、広告、オッケーオッケー、620万、これいけますわ。水野もおるよ、水野もおるよ。え、この水野ってあれじゃないっけ。え、これ水野ってあれですよね。え、水野ってあれですよね。あ、でも8000万。いや、水野8270万よ。セルティックよね。セルティック水野だよね。あれです、元セルティック、ラスパの後藤がおる。あ、それは期限、それは期限で、ウォーターボーイズ時代、セルティックの、あ、あれ、セルティック行ったやつ、広告、セルティックの、あ、そういうことね。サッカー選手って高いね、年俸無理、広告の息子は、モナクにこなまくる、クルーズアンクル、了解です。に所属も見よう、あ、おめでとう。はい、というわけで、クルーズの皆さんいらっしゃいませ。今日はですね、深夜にもかかわらず、サガツクの方をやっております。まあね、どうし働け。いや、そういうコメント流れておりますけどね、小倉を使えという小倉さん好きな方いらっしゃるんでしょうかね。なんで呼んだんだよということで、みんなで一緒にですね、楽しんでいきたいなと思っている限りでございます。え、津波さんが、え、あ、いいですね。あ、これ、再生ですが、クリス・ペプラーということで、クリス・ペプラーではありません。
いい加減しろ、配信入らんねということで、入ってるんですけどね、ニュース番組かよということで、ニュース番組ではありません。ただいまね、始めたばかりで ございます。みんな瀬が知ってんな、差がつく。こんばんはということで、1394番さんもいらっしゃいませ。メイクドラマということで、1386番さんもいらっしゃいませ。8位の方はクルーズからいらっしゃいませ。これ撮った方がいい、了解。いや、これ後で撮ろうか。どうしよう、ついてけない。あのね、まあ有名な選手ってのがいるんですね、何人かね。その選手を今から取りに行くっていう感じなんですけど、今は1週間に1回しかオファーが出せないんで、トップ下も右サイドも補強できそう。そうですね、お兄ちゃんということで1400、1400番さんいらっしゃいませ。クルーズカラーということで1402番さんいらっしゃいませ。声かっこいいねということでありがとうございます。1404番さんいらっしゃいませ。あ、そうなんですね、わかりました。まずでは未所属の選手からいきましょう。まずは未所属は移籍金なしなので、こいつを先に行こう。 OK です、これでトップ下は決定ですね。待てよ、あとトップの選手ですよね。ワクワク、はい、ワクワクでかえさえいらっしゃいませ。ただいまね、サカツクの方をやっております。初見です、はい、初見ですということで1410番さえいらっしゃいませ。知らん人ばっかだな、これは。知らんね、知らん人ばっかっすね。あ、そうなんだ、それなりの素質。あ、え、こっちの方がいいの、かなり高い実力、これがいいんだ。アバンクロスファイアできない、一人スターカマ欲しいな、逆予選に。なるほどね、まあでもこいつをまず取りに行きましょうよ。世界のコメントは取った方がいいの？いや一応強い方がね。10億くらい借りてきてよ、被災よ。え、先に被災取りに行く。じゃあ先に被災取る、磯のサッカーしようぜってのもありますよ。先風ルアでスタイルとか見ることが、先フォワード、了解。じゃあこっち取りますね、 OK。 まず取りました、いきます。で、違った。あともう一個だけしないといけないな。いや、それできたらいいんですけどね。ちょ待てよ。で、監督だ。ごめんね。まだ慣れない。まだ始めたばっかなんですよ。さっきね、始めたばっかで。そんなことできたらね、してますよ。しませんけど。移籍オファーを確認しよう。原付移籍、ユース選手、強化して、これか。そうですね、その通りですね。で、ユースに強化設定。すいませんでした。これ、片瀬奈々さんがいるんですよ。今、オリジナルでやってますよ。で、これで、ユースについてる子いたね。いたね、確かに。人事、ユース。強化指定選手、これですよね、注目。大迫、これ違う大迫だよね。こいつにしとこう、一応ね。 OK。 そんなことはしません。で、とりあえず行きましょう。了解。あ、設定したミッションが完了しました。オッケー。体で払ってるだけ、3人まで指定できる。強化指定は最大3人までできます。あ、そうなんだ。了解。これは熊本のやつかな。お、来た来た。交渉にいらっしゃいましたよ。出場機会があるかないかをとても気にしているようです。うまく話がまとまるといいですね。では早速お呼びしましょう。監督の放送ってどれも面白いよね。ありがとうございます。ここまではロアッソ。久井選手。単年契約、まあしょうがない、単年契約でいいですよ。年俸は1100万。これでいいでしょ。これでいいですよ。え、マジでマジか。え、減らすんかい。決めちゃったよこれ。わかりました。ちょ、こういう失敗ね。わかったわかったわかった。こういう失敗から学んでいこうよ、みんな。ごめんごめん。こういうの良くないんだね。了解。で、
そうか、確かにな。こういう失敗を繰り返していこう。減らして交渉術があるよ。ファイト。了解。人生勉強や。そうっすね。値切ると不満とか出るんじゃない？400万って買える時あるよね。いやこれマジで安いな。ディフェンダーよりも、でも次はあれだな、フォワードの次はゴールキーパー。まあ、最初だからね、いろいろミッションで勉強していこう。そうね、ゴールキーパーこれ取りたいけどな、7400万とか移籍金が高すぎる。よし取ろうじゃ。僕はオランダいた。名前強そうな外人取ろうや。タゲオランダいた。高いですね。まあ一応こいつに出しておきましょう。年俸が無理。そうっすよね。林でもいいんじゃない。林も高いんすよ。さっきの韓国人服売れば。売りましょうか。いやでも怪我することもあるんでね、一人は代わりに入れとかないと。しかもね、そんなにね、自分の選手は高く売れないんすよ、そこまで。とちょ待てよ、移籍オファー、これ何、移籍オファーの指定ってなんだろう。いいねいいねいいね。これ神上そこそこ使える。オッケーオッケー、これちょっと出していこう。ちょっといらんやつから出していこう。これいらん。受付オッケー。え、いくらで売れんのこれ。なんで1500万。1500万って。あ、音が止まっちゃった。ちょっとごめんね。了解、わかった。移籍金。ちょっと音の切れたからもう一回再起動するね、ごめんね。和子監督、仕事終わった。はい、仕事お疲れ様です。廊下さえらっしゃいませ。おっしょ、オッケー。全部売っちゃって8人いいの取ろう。オッケー、了解。これはいくらまでいけるの、これ。所属は何度も来やすい。所属チームがある選手はめったに来ないし、親先に取っておいて方がいい。了解、わかりました。和子、これいくらがいいんだろう。ガタックさんいらっしゃいませ。999億。そんな値段で売るの。それが適正価格。これこれそのままで OK。 あ、そうなの、了解。それがコミュニティを登録しました。2013やってた。まあ、妥当なのが1500万。了解了解、 OK。 でこの塩屋能力高いの。高いと売れないっしょ。塩谷は能力高い選手だと思うよ。いらん、うん、フォワードがいらん。エンド500万、安い。中里。今どっちがフォワードやってんだ。これ今控えか。あ、違うな。これレギュラーも入ってるよな。こいつがいらんな。オッケー、3000万。全部入れるくらいでいいよ。了解。サッカーわらわら。よっぽど必要な選手には移籍拒否しないとオファーが来ます。了解。年齢高い人いる？3000万って代表レベルだろ、わらわら。年齢高い人はおらんな。一人だけか。31歳、この阿部さん。金額が適正価格2割ぐらい減らすと売れやすくなる。そうなんだ。安藤使えるよ。安藤は使える。10年はダメ。オファー来たら基本 OK。 安藤使えるんだ。じゃあ安藤は残しとくか。でこいつらはいらんのかな。安っ。でも拒否できるし。あ、了解。まあこんぐらいにしとこうか、今のところは。指示ばっかりになっちゃってますが大丈夫ですか。いや、とりあえず。いや、まあ自由にやりたいのはあるけど難しいよねこれ。うまくねやらないと。多分この沖縄でやり始めたから相当厳しいのは事実なんですよね、実は。キャプテン阿部、わら。で、いや、黙るね、わら。いや、難しいとこなんですよ。ゴミゼロさんがね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、来ました。まあ、これは指し示してもしきれない部分が多いからね。そうなんですよね。700からいけって言ってたな。オッケー、行くよ。はい、ドン。あ、意外といったな。これで選手生活だ。うちのプレーは
君ならすぐにレギュラーをつかみ取るだろう。これだ。うわ、あんまり伸びないな。最後にして、さっきのセリフ重要、出場機会だねえ、体が交渉術の腕です。870万、これでどうよ。ドン。うわ、やべ、全然全然伸びないぞ、これ。これね、最後にすると伸びますよ。最後にすると伸びるの？そうなんだ。くそ。結局これやばいかもしれない。決裂か。ゴー。あー。3回目が伸びは見栄えです。どうぞどうぞどうぞ。どうする？なるほど、最後に残しとかないといけなかったんだ。そういうことね。ゴー。うわあ。いけるよ。わあ。出場ボーナス50万とか高すぎだよおめえ。違ったらごめん。ダメだ。ダメじゃん。50万とか高すぎるよ。あれ、どなたがいらっしゃったみたい。はい、どうも、失礼しますよ。ってことで、U字工事が来たよ。どうもどうも、失礼しますよ。誰だよ。あ、どちら様ですか。俺たちは、餃子あれ栃木っつー、クラブのサポーターの代表やってる、U字工事っつーもんだ。で、俺が福田っつーんだ。で、俺がマスコっつーもんだ。これが J リーグのクラブハウスか。意外と大したことねえべな、おい。消えた芸人晒すのやめろよ。いやいや、大したもんだべ。やっぱり J リーグ目指してる俺たちとはやっぱ格が違うべな。餃子の国から。あ、餃子あれって栃木に新しくできたっていうクラブですか。あ、そうだ、俺たちは栃木選手出身でよ、栃木の PR 大使を務めてんだわ。茨城じゃないかんね。よく間違えられんけんども、これあんなとこと一緒にしてほしい、一緒にしないでほしいね、これ。なんか、これ難しいな、読むの。まあ、北関東だから間違えられやすいけどよ。で、栃木を盛り上げるためにサッカークラブを立ち上げたっぺよ。そうだったんですか。でも、餃子あれって。な、あんたバカにしてんのよ。か、栃木っつったら餃子だろうがよ。宇都宮の餃子の消費量舐めてんじゃねえぞ。日本で1位だかんな。いや、もっと他にもいろいろあると思うんですけど、その中から餃子って、そうですね、栃木 SC ってのがいますね。いや、あんた今餃子ごときでってバカにしただろうが、栃木なめんな、コンバツあたりが熱くなりすぎだわおめえ。チタ落ち着け、落ち着いてられかおめえ。バカにされて悔しくないべか。関東の5番手っつープライドを捨てたんかおめえ。いいところだった。中途半端だべ、そんなこと言いに来たんじゃねえペア。今日俺たちが来た理由忘れてんじゃねえぞ。難しい。今日俺たちが言いに来たのは、俺たちのクラブと勝負してくれって話だ。まああんまり機会はないかもしれねえけどよ。機会がないなら作ればいいだろうがよ。どうやって作るんだべな。こいつらが、降りてくれば問題ないべ。来いや、降りて来いよ、おら来いや、おら。J リーグの舞台で戦えるようにならなきゃダメだべペア。俺たちのクラブに頑張ってもらわなきゃダメだべ。こうそうは言っても今の状態じゃ無理だろうが、降りてきてもらうしか道はねえって。だからこの人たちにシーズン前とか中断期間に勝負してくれって、そういうお願いをしに来たんだろうが。まあそういうわけだから、気が向いたら俺たちと勝負してくれな。頼むよ。それじゃあ失礼するべ。まあイベントですね、いわゆる。まあ、塩田に取っとこう。栃木県民として言わせてもらう、浜松の方が圧倒的に上らしい。あ、そうなんだ。ってこんな感じなの？わからない。適当にやったけど。違うかもしれん。進めよ。オッケー、了解。いいセンターバックは欲しいよね。そうね。大丈夫かな？ごめんね、ごめんね。
ごめんねごめんねっつって、新選手入ってるんならフォーメーション変えたら、そしてミッションを、そうね、そうしようか。あ、本当だ、忘れてる。まあいいや、しょうがない。290あるよ。で、なんか育成でフィジカルなんとか取れって言ってたな。これか。オッケー。で、まあこれでいいでしょう。30分延長しました。延長の方ありがとうございます。これでいいのね。2月に入りましたよ皆さん。完結。いや、沖縄にあるね、島尻まで栃木県から来てくださったということで、まあね、50万のビーナス出ても延長契約で消せるよ。完結。あ、そうなんだ。ありがとうございます。やばい、サカスクやりたくなってきた。いや、面白いっすよマジで。完結。おし、今度ブラボー島尻に加わります。被災カツオです。カツオでいいのかな。このクラブで優勝に貢献できるよう精一杯頑張るっす。普通ならあんな失礼な態度もんじゃないですが、そうですよね。1597番さえいらっしゃいません。よし、 PSP は8まで出てるね。そうですね、8まで出てるんですけど、私は購入したのがね7までなんで、うん。選手たちは普段用に同行して船の船を利用して鍛えてるんじゃないの。いや、実際そうした方が多分筋トレにはなりますよね。今回入団した選手の背番号を決めてください。同時に、あ、そういうことね、了解。1年目で昇格するか5年かかるか楽しみ。と、まあかっこいいポジ、あの、背番号にしといてあげましょう。23。 OK。 で、あ、これどうするんだ。やべえなこれ、よくわかんねえや。どうすりゃいいのこれ。試合？キャンプ？国内？らしいっすね。知ってますよ。これキャンプした方がいいのかな。2月はキャンプ。じゃあここに入れるか。勝率を上げるために遠征で来てもらうときはボロ船を使わせてるんだよね。あ、そうなんだ。いや、違いますよ、ボロ船は使わせません。これで大阪にしましょう。前半キャンプ。 OK、 じゃあ前半にしよう。で、フィジカル重視ね。最初はキャンプいらない、聖岡おすすめ。最初はキャンプいらないかもしれない。そうなんだ。相手チームを船酔いさせる。まあここ、まあ、J2 のチーム欠らしとくか。まあそこは監督次第だから。やべ、ダスパにしちゃったよこれ。一番いいキャンプ地じゃないか。いや、ほんとそうっすよね。私もそう思うんですけどね。選手獲得に費用使った方が良いかもね。まあ確かにそれは言えてるかもしれない。負けるとマグロ漁船乗せます。メンバーコロコロ変わる序盤は無駄。はい、わかりました。削除でできるから落ち着いて。オッケー、塩団来たよ。キャンプするなら未所属を。え、ちょっと待てよ、頼むよ。え、安ない。え、今これなんて言った？ちょっと見えてなかったんだけど。自分を中心か。石垣島なら東京から飛行機直で行けるよね。自分中心。オッケー。で、クラブの中心。自己中かよ。最後に自分を中心にて。了解。全然伸びねえ。全然伸びねえ。塩屋自己中か。3回目に取っておいて。了解。自分を中心ね。コミドさんがね、ありがとうございます。交渉で腕組みする選手とって大丈夫？いや、しょうがないですよこれ。お、上がった。レギュラー900万でいこう。ドン。あ、いけちゃった。もったいねえ。まあいいか。800だった。レギュラーは上がりやすいよ。あ、そうなんだ、了解。
あーまた新しくリストアップされちゃった。よかった塩谷行っとって。でどんまいわらわら、しょうがないしょうがない、まあそれはしょうがない。でよしよし、見よう見よう見よう。とりあえずまずメンバーをリスト見よう。まあメンバーリストを見るけど、ちょっと待ってね。3週であるから早めにね。了解。記載トップに。オッケー。リストは2週間に1回更新。おし、これでいいね。で、オッケー。で、秘蔵庫設定で1人目は被災決定。いやでもこれ金使いたくねえな。ここで金は使えないね。まだ全然育てられないな。で、人事スカウトリスト、ま、来い来い。あ、びっくりした。お、もぎもぎもぎ、サンフレサンフレ、元サンフレ選手いますよ。てか小笠原ちょっとびっくりしたけど、もぎだ。こいつすごいいろんなポジションできるんですよね。まあでも4900万なんで取れませんね。どしてたとかいう変わった名前の選手いますけどね。これ気になるな。まあいっか。どしてた、わらわら。ヒンケル、わらわら。ハンヒンケル。え、ハンヒンケル。え、これ取れるの？モギさん、わらわら。ハンヒンケル。ファンヒンケル行く？移籍金ない。この小笠原も良かった気が、気のせいかな。これ行ってみる？オランダ代表、レンタル。行ってみるか。行ってみるか。ファンヒンケル。ヒンケル取ってみよう。わら。行ってみよう。じゃあまず未所属見ようか。所属のグク上条おすすめ。行こう。上条がおすすめ。未所属見てから期限付きなので1年だけではあるが。いやすごいですね。平山。あんまりだな。知ってる選手がいない。ジャスティンナイト。ゴールキーパーか。まあ確かにな。でもこのメンツはダメでしょ。ちょっと。まあ言っときますね。ドン。言っときました。で、一応監督の仕事。押してたをネタ枠で押してコメント見ると基準になりますよ。あ、了解です、わかりました。スカウトに指示、これにしてみよう。でスカウトさん人事からね、スカウトリスト OK。 まあこの最初はちょっとこのめんどくさいですよね。少しね、2位に枠をつけるミュサイラしもさ、いちいちめんどいミッションだな。そうね、ちょっとそれはめんどくさいけどね。序盤はかなりの選手を得る。そうね、これってどうすりゃいいんだ。あれこれ、クハもっとシンプルでいいんだよ。あれこれじゃないな、これどこだったっけ。移籍オファースタッフ外部選手の獲得スタートボタン、どこで。坂津クハ1年目が面白い。スカウトリストか。スタートリストでスタートボタン。オッケー。ありがとうございます。で、スカウトに任せる。これでいいの？未所属のかなり高い実力以上の選手取ってけば1年目から優勝狙えるよ。オッケー、了解。ワコ。よし、これでいいか。ワコということで1677番さんもいらっしゃいません。オッケー、これでいいでしょう。で、日程進行、ドン。うさまとろ、設定終了押すと完了。あ、設定終了押さないといけないんだ。了解。誰今の？なんか今変な、あ、ミッション完了した。なんかさっき今変なメガネかけてる人出てこなかった？一瞬。誰あれ？怖いな。来た、ファンヒンケル来たよ。ファンヒンケル来たよ。今のは
ヘッドコーチね、了解。出場機会があるかないかをとても気にしているそうです。言いますよ、来い。そいつやばい、一計おー3750万、出しましょう。レンタルでも出しますよ。さあ、いくらかな。行きます。まず1750万でいきましょう。高すぎ。ドン。出場機会って言ってたからな。これでしょうね。シンプル契約欲しいな。これは良い調子。いいよ。いや、レンタルなのに消費税。わら。2000万。OK。レンターを最後に。2050万。うわ、全然伸びない。全然伸びなくなった。ちょっと待てよ。どうしようどうしよう。うわどうしよう。うわ全然進まない。どうしよう。3750スタートだから、さすがにコストに見合わない選手じゃね。3回目の交渉が一番ゲージ伸びる。もう希望額出せば2500。3100出すか。いや、ギリギリ攻めていくな、みんな。和子クラブということで、牛尾さんいらっしゃいませ。2750いく？行く！行く！うわぁ、これきついな、これ。行くよ。ドン！いけたー！いけたぞ、いけた、いけたぞ。すごいぞこれ。1712番さんいらっしゃいませ。来た来た来た、ファンヒンケル来たよ。来ちゃった来ちゃった。やったぜ。おお、出場機会は3回目なら結構でかい。オッケーオッケーオッケー。やったぜ。ゲットしたよ、ファンヒンケル。なんかオランダ代表らしい。トップ下確定。やったぜ。やったやった。オッケーオッケーオッケー。で、オランダ代表で今ミラン。今ミランなの。1732万歳いらっしゃいませ。いやいや、これはえらいこっちゃ、これはえらいこっちゃで。すごすぎ。いや、これすごいですね。ゴールドットコムの記事になりますよ。一面の記事になりますよ。いや、それもありですね。一年間ベンチ幽閉もありえますよ、これ。でもレンタル遺跡なんでね。ないでしょう。うん。多分サッカーグラウンドはありそうだけどね、芝生のね。沖縄キャンプとかもやるんじゃないかな。で、一応人事だ。それでも人事。で、スカウトリスト。未所属でゴールキーパーを取れって言ってたな。そうね、右サイドとゴールキーパーだね。今の獲得状況ってセンターバック1人、トップ下1人、そういう感じ。いや、トップ下2人、トップ下2人取っちゃった。上条がいいって言ってたけど。あ、そうなんだ。じゃあこいついっとくか。副有給あるし。あ、選手枠オーバーしちゃう。どうしようかな。ナイトに興味あります。それ名前にでしょ。これ言ってもいいの。見てみて、3月に正二角のスタジアム構想のニュースが。あ、そうなんだ。契約で君なら、じゃあ 4-4-2 でトップ下共存だな。それもありだね。は墓の世話までしてやったわ。オッケー、これでいいの。オッケー、じゃあ行こう。選手枠は21人なので、オーバーすると誰かを自由契約しない。わかりました、了解。さて、楽しい解雇の時間となりました。アジア人の自由契約か。いや、安いやつを切っていこう。で、これでいいでしょ。で、
今はもうこれでいいよね。で次だ。今できる仕事はこれしかないから次。はい、OK。いきますよ。使わない方の武器切ればよい。そうね。試合してないのに使えないとかわからないでしょ。そうね、確かに。確かにその通りだ。まだ試合も1試合もしてませんからね。1550万。たっけーな、お前。はい、ということで、コミュニティさんかね、ありがとうございます。いや、そう、あ、罰則はないけど、不満がたまる。850で。750、OK。お、いいね。え、これ何だったっけ何だったっけこれ。見てなかった。しまった。レギュラーだったっけ。いや、見てなかった。どれだったっけ。レギュラー最後。レギュラー最後。オッケー。じゃあこれだな。全然伸びないな。950。あんまり伸びねえな。全然伸びねえな。どうしよう。どうしよう、最後。1000。いや、どうしよう。1100。いくよ、ラスト。1100なら確実。オッケー。自分で俺様って言ってることにびっくり。いや、そうですね。おお、バンバン試合に出してくれよ。俺様がその期待に応えてやるからよ。頼むぞ。よし。未所属の選手にレギュラー約束するだけでホイホイ釣れそうだな。そうね、確かにね。多分そうでしょう。わからん。サポーター100人しかおらんのだけど、右上よく見たら。大丈夫かな。で、あと今できそうなことないかな。ミッションで。移籍オファーを確認。確認だけか。オッケー。100人の中の1人ハイムだから、J2 なら上位レベルの武器取れた。J2 なら上位レベルのゴールキーパー。そうなんだ。100人って商店街のおばちゃんとかかな。いや、もうそのレベルですよね。っていうか人口何人だったっけ。1万人か。人口が10万だから。で、ちょっと離れてたんですけど、どこまで行きました。まだ試合には行けてませんね。沖縄の離島の駅地だけ。確認。ファンなんだろう。確認。あ、オファー届いてない。移民しないとね。そうね、移民させないとね。このサッカーのために移動してもらえと。そう、今選手の獲得してます。あ、試合だ。埋め立てないと。試合ですよ、皆さん。行きます。うわー、初挑戦だこれ。ミッション指定できますよ。試合来た。知ってます、知ってます。ミッションは指定できるの知ってますよ。行きますよ。キャンプ最終日の練習試合来た。行きます、試合開始。ラスパかよ、わらわら。ラスパですよ。彼は地元民だけじゃないでしょ。頼むよ。島尻、わらわら、つえぞ。頼むよ、島尻。さあ、どうなるかな。いきますよ。あ、コーナーキック、コーナーキック。あ、何？ちょっと待ってくださいよ。これ試合のね、シーンも出るんでね、そこ、あ、来ました。あ、これ、敵だ、敵チーム。ザスパ草津。オッケー、シュート外れました。ごめん、ミッションの中のオファー指定ができるってことです。あ、そういうことね、了解です。ガラ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 だよ。頼むよ。逆、わら。え、大丈夫これ。あお。小林たすきおるかな。頼むよ。来い来い来い、来た来た来た、うちのチーム、うちのチーム。ラピー、わら。ブラボーブラボーブラボー。ダメだダメだ。ラフィーニャがおる、ラフィーニャが。わらわら、わらわら。いや、いい感じですよ。ブラボー、島尻。いい感じ。すごい逆サイドへのクロス。はい、あ、チャンス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 。やばいやばいやばい、これ、やばい、危ない。わらわら。いや、面白すぎでしょ、これ。最高ですよ。やばい、誰か疲れてきたぞ。誰か一人疲れてきてるやつがいる。なにこれ、あれ、なにこの、顔アップ。来た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 。来たよ、島尻。行け行け、撃て。おーゴールやりました、島尻。ということで、1823番さんいらっしゃいませ。来ました来ました。
カチカチカチカク、カチカクカチカク。来ました来ました来ました。これいきなり初戦勝っちゃいますよこれ。ブラボーですよ。やりましたやりました。すごいすごい。待てよ。ちょ、誰か疲れてない？誰か一人疲れてたよ。ちょ、今誰か疲れたような気がする。こいつが疲れたの？いや、もうこいつ帰れないよ。ちょ、待てよ。うわ、ダメだ。こいつ帰られない。どうしよう。オフェンシブ一人変えるか。ホームでクッソやじられてた福北さんの悪口はやめろ。引いてカウンターにしろ。戦術画面で体力見れる。コアルの実況うまいですね。あ、そういうこと。3人変えよう。ちょっと待って、ね、戦術画面1850。まあ、フィジカル低いから仕方ないね。 OK。 で、体力どれが切れてんの？一応切れてない感じ今のところは。どれなんだろう、スタミナって。スタミナってどれだよ、ね、R。 あ、切れてない。 OK、 了解。 OK、 じゃあこれでいいのね。よし、後半開始いきますよ。これ、何これ、スキルって何。やべ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 、草津来た、草津来た、ドリブル来た。ああ、自動ドア、自動ドア、ひどい。あ、シュートもひどい。危ない。ラフィーニャ、ラフィーニャ。危ない、危ない。危なかった。いいね、いいね、いいね。危なかった、危なかった。ラフィーニャでした、今。キーパー取って。何なんすか、これ。松木さんじゃないですか。お、何、何。あ、そうなんだ。私は何も今ないんだ。しょうがないな。7でやってますよ。ということで1865番最初の戦。あ、ファール、田畑がファールしちゃった。ブー。うわ、何これ。あ、やばい、やるな、やるな、ダメダメダメ。そんなに、そんなに LR です。試合のスピードを変えれる。 OK。 まあでも初めての試合なんで見ましょうよ。危ない危ない危ない。ザスパ草津恐るべし。やばいやばい、みんな汗かいてる。みんなが汗かきすぎ。何や、さっきのカット演出。いや、危ないなこれ。ちょっとまだ何が起きてるのか理解できてないんですけど。あ、やばいやばいやばい。ガスパのプレイヤー、あ、あ、ちょっと入れられました、入れられました。しかも早送りしちゃった。ちょっといろいろしどい。やったーじゃないですよ。お、光り始めた、光り始めたよ。相手のチームも、あ、オッケー来た、チャンス。あ、そういうことなんだ。うわー、惜しいな。いけると思ったんですけどね。このカットインがちょっと面白いですね。うわー、マジか、ザスパ草津の攻撃だ。オッケー、ナイスナイス。いいね、このキーパー。このキーパーいいじゃん、アジア人のキーパー。キムヨンウでしたっけ。クリロナみたいなドリブル姿勢。オーサイド。片方のチーム汗かきすぎじゃないですかね。いや、それ私のチームです。わらわら。あー、まただ、また相手チーム。あかん、頼む。ふぅ、よかったよかったよかった。危ないっすね。90分超えましたよ。アーリークロスを狙え。タイムアップですね。沖縄のチームなのにな、わら。ブーイングされたせいで汗が。キーパーは便乗して汗かいてるんですか。よしよし、まあ引き分けなんでよしとしましょう。初試合引き分け。わあ、でもカードもいっぱいもらったな。僕も汗かけよ。引き分けなら上出来だな。そうですね。よく1点取った。そうですね。攻めも大概だったおかげでドローだった感じだな。監督さん、これからサッカー界の情報を手に入れないといけませんね。そこで私の方でエルゴラーゾの定期購読を申し込んでおきました。なるほどね。情報誌みたいですよ。キャンプから戻ってまいりました。結果を報告させていただきます。
選手たちはシーズンを通してエルゴラッソね、了解。エルゴラッソ伸びたかな、みんな。エルゴラッソ実際にあるで、実際にある作家雑誌なんだ。怪しい人だ。なるほどね。ちゃんと選手を休ませてね。了解。日が太すぎてスンスン。おし、お、またリストアップしましたよ。じゃあちょっとまず休養ですよね。休養させよう。そんなに疲れは溜まってないと思うけどね。で、臨時休養設定チーム。練習画面で休養。これぐらい ?2 周しとけばいい。で、OK。健康はかなり疲れる。そういうことね。で、練習してる？練習してんじゃないの？え、練習してないのあれ？え、勝手に練習してくれるんじゃないの？高倉は運がいいという23倍ローセン取れるぐらいだから序盤強いで。なるほど、了解。高倉はいい。練習は勝手にやる。移籍方法を確認しよう。確認しようってやったけど、まあこっちにしようか。指定してみよう。 OK。 休養施設もないし放っておくと怪我人続出で偉いことになる。わかりました、わかりました。放置はいけないところね。まあでも試合が始まったらでしょ。うん、と思うけど。坂森しとる。練習せずに。やってそうだから怖いな。了解。指定をしないといけないね。OK。これでいいのね。あれ、これさっき点取ってたやつじゃない？こいつ。移籍させていいやつか移籍しちゃいけないやつかわかんねえんだよな。沖縄は正午以降高森ですし、まあ一応ここら辺全部もう移籍受付しとくね。雑な監督はいると。全員設定しとき。了解。 OK。 あとベンチ外の枠10人増やしてほしい。なるほどね、そこら辺も大事なのね。風の被災だけ残せば OK。 あ、フォワードの被災だけね、今はね。了解。枠はほんと少ないよな。育てながら世代交代がかなりきつい。なるほどね、そういう悩みもあるんだね。了解。よし、これでいいでしょう。あんまり教えすぎると面白くないから寝るわ。わかりました、了解です。選手を売り払う商売するのがこのゲーム。了解了解、わかりましたよ。まあだいぶ頭には耐え込んでいきましたよ。で、スカウト更新されたから見よう。あ、そうか、見ないといけなかった、ごめんごめん、忘れてた。1928。こういうのね、ちゃんと決めとかないとな。で、スカウトリスト、お休み。来い来い。誰これ、キローラン。キローランとかいうの来たけど、誰これ。オサマ・ビンラディンがいる。コリン、ブラボーシマジリのバーゲンセールが安こい。で、行くよ、次。来い。オクタニの話とか持ってくるんじゃない、わらわら。テロリストかな。なんだこれ、パラシオス。フィリコ。ベデルセン。知らん選手もいっぱいいるな。能力の伸びしろビレルで。了解。誰だ、なんかいないかな。取らないといけないのは中盤の選手だよな。そうみたいね。いっぱいいそうだしな、ウィリアンって名前。これか、そこまでか。あ、まあまあいいね。多分違うウィリアンだな。だと思うよ、確かに。これもいいね。今回はスルーかな。今回スルー、了解。チェルシーのではないね。チェルシーのではない、なるほどね。じゃあ日程を進行しようか。今はできることないから進行。若い方がいいんじゃないの。相川は一行。相川は一行、なるほどね。
いや若すぎてもね、初見イケボですねという1946万歳いらっしゃいませ。さっき見にしたらなんで俺様は遺跡に出されることで話は進んでるんだ。俺様はまだはこのクラブで働けたぞ。それなのに謝罪と賠償にだ。やべやべ、開幕戦だ。遺跡リストにしたらこうなります。なるほどね。30分延長しました。しょうがないしょうがない。オファーしてはうちの同じだから。来たよセルジゴ、エチゴが来たよ。エチゴが来ました皆さん。ブラボー島地の新監督は全権監督として就任したんだってね。日本人ではそういう立場の人は少ないからいいことじゃないかな。サッカーの現場と経営を両方考えられるプロフェッショナルが育つというのはすごくいいことだと思うよ。でもね、こういうニュースが物珍しく取り上げられるというのが今の日本サッカー界の現状なんじゃないのかな。セルジーということで1964万さんいらっしゃいません、1967万さんもいらっしゃいません。あくまでサッカーをするのは選手なわけだし、もっと選手のことがニュースで取り上げられるようにならないとね。今はまだ日本サッカーにスターが不在ということ、これはサッカー関係者全員が危機感を持たなきゃいけないことだよ。まあそれはともかくとして、新しく全権監督になる監督さんには頑張ってほしいね。日本サッカーに新しい風を吹かせるためにね。ほらリラローですよ、書かれているのは解説者のセルジオエチゴさんですね。さすがなかなかな辛口なコラムですね。でも私たちのことは、期待して、ほらリラロー懐かしいですね、1976万歳いらっしゃいませ。私も見てましたよ生放送でね、身が引き締まりますね。頑張っていきましょう。よし、一応若手にしとこうか。フリーザーね、懐かしいですね。書き紙とかいなかったっけ。いますよいます。でもねそんなに簡単に取れないんですよね。やってみる。甲府にいんのかな。普通にあっちか。違う、徳島だ、間違えた。全盛期どころの選手とか取れる気ないしな。そうね、徳島いるかな。いた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 。とりあえず右とディフェンスにかなりレベル1枚ずつ欲しい。徳島じゃなかった。ちょっと前のゲームだから選手の名前知らない選手多いね。お金貯まってない。そうね、ちょっと前のゲームだから選手の名前知らない人も多いよ。うん、確かにね。いけるんじゃないこれ。行ってみようか。柿谷。柿谷は億単位かかる。そんなにかかるんだ。クリロナも見よう。いやいや、そんなの。クレスタミとポジション適正が素敵。和解しやすくなかった。またトップした。でも、でも言うてサイドもできるからさ、柿谷は。これいけるんじゃね？期限付きなら。左もできる。やっぱたけしちゃん。遠藤でもいいで。まあチャレンジはありかもね。わら、年俸きつい。年俸はきついんだ。じゃ完全に左だったな。この時はまだそこまで高くないんじゃない。いや私も高くないような気がするんだけどな。柴崎は確かに狙い目。柴崎にする？オッケー。カシマントラズまだ安いって確か。だよね、なんかそんな気もするけどな。なんかあー取っとけ。吉田とかは。吉田で行く。吉田行ってみる。吉田って今どこだ。センターバック。吉田どこだったっけ。一応あの J リーグの選手は実在選手。名古屋か。高そうだな。前日の廊下とゲームの廊下違いそう。当時いい選手優先した方がいいんじゃない。吉田もうっぷんいたんじゃね。キングカズを即戦力取るの。いない。オランダもうっぷか。あ、長いや。
でもフォワード取りすぎだわ。あー難しいな。もうつぶか。もうオランダにいるの？遠路にいる。うそん。鎖はいないの？オランダヘイヘイヘイにおる。これどう、あ、これか。いるいるいる。取ろうか。取ってみようか。いた。吉田はね、ニコニコでは大人気なんだね。取ろうか。よし。じゃあ取ろう。あ、相手が交渉に応じてくれる可能性はほぼない。ほぼないならやめようか。この時もう代表にいたんじゃないか。高そう、わら。声かけるだけならタダだし。無理か、やめとこ。可能性ほぼないは無理。じゃあ無理か、オッケー。あ、そうそう寝ます、おやすみなさいということで、バンソーさんおやすみなさいませ。いや、あれはたまたまですから、本当に運が良くですからね。しかもちょうど遺跡が切れる時でしょ。いや、それだったらやっぱ日本国内で決めましょうよ。いや、私は柿谷は五分五分。柿谷は五分五分。ホタルか。あ、なるほどね。いや、まあそうなんですけど。ちょ待てよ。ちょ待てよ。まあ、ちょ、サンフレッチェ。サンフレッチェ見よう、サンフレッチェ。まあ、年があるんだよな、基本的にいい選手。こんなん最高だよな。ん？こいつ欲しいな。あ、まだ裏切り者がいるぞ。あ、裏切り者いるのか。ちょっと待ってよ。あれ、王子様は？王子様どこだ？服部がおる。あれ、あ、リーがいる。森脇。裏は？難しくない人か。ちょっと待てよ。柏木、巻き乗ってけるん？柏木、王子様。柏木いないのか。もういないみたいね。もう移籍してるみたい。もう結構最近だもんな、なんだかんだで。巻きの分けるんかな。巻きの分けるんか。もう庭がおる。けるんか。了解。イブアノ。五分五分。モニワ、わら。モニは懐かしいよね。ホタル行く？ほぼない。ホタルいやん。モニは女子。まあボランチだしな。取っとくか。オッケー、行こう。ホタル5。オッケー。犬は無理でした。無理って言われました。よし。まあ声かけるだけならね、ただなんで行きましょう。ホタルは返しやすそう。うん。よし、頼むぞ。来い。 いや、すごいよ。今からすごいことありま、上がり、すごいことになりますからね。オッケーで、ホタル怪我しなければ今頃代表レギュラーだったのに。記念式なら若手はあまり意味なくない？あ、そうかもしれんな。まあ確かにそれはあるかもしれん。でもまあなんとなく関係性ができたらいいんじゃないですか。これからこれからみたいな。どうしようこれ。すごい中盤になりそう。ここら辺は今取れないね。やめとこう。今の若手代表全部声かけよう。そうしよう、そうしよう。コネクションで日本人あげとくといいかも。ねえ、そう、私も。あ、そういうことか。選手枠が不足しています。自由契約する選手。よし、放出するぞみんな。まあ、相手チームと仲良くなると後の交渉しやすくなるし無駄じゃない。ポイントは貯めて連邦交渉スキル欲しい。わらわら。まず、お。首の時間。あんま若手ばっかだと同時期に引退されて世代交代大変そう。こいつ放出しよう。キム・ヨンウ、さらばじゃ。